もうどうもよろしくお願いします。肩鳴らしです。今、ハスピード剛速球でーす。はい、昨日は M1 準々決勝お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ。はいはい。で、今から結果発表ということで。結果発表が、もう12時半と聞いてたんですけども、なんか、あの公式のね、ところに発表されるなと思って、そしたら、メールが来てて、M1 事務局から、準決勝進出のお知らせというのが、多分ちょっと早めにメールが来てる、出てるか知らないですけど、来たんで、今ここに結果が、このワードのファイルがありますんで、これを開くと結果発表が見れるという形になっておりますんで、これ発表どうなってるか見たのも見てないっす見てないっすよ。見てないの？見てないっすよ。うそ、はい、じゃあ今から発表ということで、はい、まあ、その前にどんな感じだった？昨日は正直緊張しましたね。緊張したね。めちゃくちゃね、結構緊張しましたね。でね、あの前正直同じネタをやったっていうのがあるじゃないですか、っていうところでもうちょっと最初の方にもっと来てほしかったねっていう立ち上がりとかが、あ、そう、ちょっとあって今少し心配になりながらやっちゃったの。ああ、それはやばいね。まあ怪我それやっちゃもうダメだね。まあでも乗らなきゃ、もう気にしない気にして気にしないって思いながら、気にしないって思いながらやってたんだ。一瞬は気にしてるな。一瞬ちょっとよぎっちゃったりして、ね。あ、そうなんだ。まあ、正直な感想言うとそうですね。でもお客さんも入っててね、面白かったね。面白かった。本もう。でも楽屋もバラバラで、はいはい、結構でもあとはもう10番先から10番後までずっと吉本芸人だからね。吉本だから吉本芸人なんてもう一人も仲いい人いないんでまあ居心地悪さまああの時点でもはいはい、はい、なんて不利な大会なんだっていうのは前の順々もそれ思った気するんだよね。ありますね。楽屋でやっぱ知り合いが吉本の人多いから楽しそうに結構ね。そうだよね。なるべくいつもの雰囲気でできてるんですよね。そうそうそう、みんなね。本当バビロンのね、ゾフィの斎藤さんにそっくりの人としか面識なくて喋ってましたね。正直こう話す人がいなかったっていうね。ルフィの斎藤さん似てないから、もう大して似てないね。だから緊張するしかなくてね、楽屋でね。緊張するね、あれ。そう、楽屋で緊張するのよくないよね。だからもう袖で友達いればいいんだけど、いないから緊張するしかないんで、2人で、小さい声で喋ってやることが緊張することしかないみたいなさ。緊張する練習か緊張しかない。緊張解こうと思ってタバコ吸いに行くじゃないですか、吉本の人が喋ってるんですとか言って、そうですね。でさ、でなんかね、密着カメラもいてみたいな感じでさ、はいはいはい、いろいろね、インタビューしたりしてんだけどね、やっぱあんま近づいてこないと。まあ、緊張してて俺誰とも喋ってないから、緊張してて誰とも喋ってないからもうカメラマンもあんま近寄ってこないと、ね、はいはい。まあやっぱああいうやっぱテレビとか出てる人がねインタビューされがちなんで、まあね、どうしてもね。そういう中で、前の出番がバビロン、あ違う、獅子頭さんで、俺らの後が今ときめく流行語大賞ノミネートのボル塾とノミネートされたんだ、あれ。はいはい、そうなんですよ。まあねみたいなやつがね、でも時の人の前に出てね、はい、ネタをやったと、はい、で結果発表ということで、はい、まあでも仕上げに仕上げては言ったんですけどね、仕上げに仕上げて、はい、とりあえずこれ大丈夫だという感じで、じゃあ行きましょう。どういう感じでやります？上から読んでいけばいいんですか？でも高牧くんが一緒に見た方がいいんじゃない？別に違う、関係ない人じゃないんだからさ、関係ない人が先に見ちゃうのもかわいそうじゃん。いや、こう一枚の絵になってるわけですよ、だからバンって入ってきちゃうんだよ、もう、入ってきちゃうんでしょ。入ってきちゃうから、どうこう拡大して上の方を番号順に並んでるから、なるほどね。こうやって見たらこっち向けちゃうと、でも文字って逆になっちゃうのかな。え、どうなんだろう。まあやってみようか。ちょっと待って、どうバンって入ってきちゃうのよ。だって見てんじゃんこいつ。
見てないから、もうバーンってもうバーンってほら目薄めにしてみ、薄めにしてみ、今薄めに。で、こうほら薄めにしてなかったじゃん。してるじゃん。薄めにしてみたの最初、うん。バンって出ると思って、うん、最初から。だって俺準々決勝の発表もやってるから。あ、そっか。うん、拡大できんのこれ？できないじゃん。で、あ、拡大できんのかな？拡大できてない。ちょっと待って。ちょっと拡大できる、できる。あ、できてる、できてる。できてるの？できてる、できてる。ちょ、どうやってやる？どうやってやる？じゃあもうこれでこうやって見ていけばいいじゃん。ほら。だってこっち。ほら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 。これ逆？9だ。9。うわー、初じゃない？準決勝。あのすごいね、ゆっくり系の。僕。大卓。大卓。兄弟漫才。読みづらー。カペポスターさん、大阪の方ですね。オズワルド、ロングコートダディ、ロングコートダディ、まあね、コーテ、はいはいはい。お、来た、日本の社長。大阪大阪大阪、ニューヨーク。ニューヨーク2回戦面白かったな。ニューヨーク、タイムキーパー。あー、ちょっと俺分かんない、タイプキーパー、大阪の方ですね、うん、ユニバース。あー、順当ですね。すごい受けてたって聞いたわ。おいでやす、うわすげえ、ユニットで、おいでやす、小田さん、おいでやす、小賀健さん、小賀健さんがね。でもすごいね、あの二人ってね、もう R1 スターがさ、うん、なんか同じようなさ、うん、めちゃくちゃ実力あってさ、なかなか優勝できない二人でしょ、なんとなく。あ、まあまあね、学校組んだっていいね。しかもこの R1 のね、結構ユニット10年未満のあれっていうね、やつ。ザジーさんとかもやってたもんな。そうなんだ。馬と魚さんと。タキオン。あれはもうめちゃくちゃ漫才っぽい人たちだったもんね。キングオブコントにしてて、ね。まあ漫才の人。そうでしょ。どうせ。気づいたとか。うん、気づいた、すごい。マジカルラブリー。これ何順に並んでるの？カクッ。カラシレン、国天速さんラストイヤーかもしれない。おお、ランジャ来た。すごい。昨日飲んでたんでしょ？うん。伊藤君と。もう自信ありそうだった。っていうか、うん、久々に受けたと、準々決勝で。準々決勝ってやっぱ、うん、もう吉本以外受けないって。受けにくいと。もうかなりそういう状況で、うん、もう人気とかテレビ出てる人じゃないと受けないっていうところで。やっぱちょっとやりづらいわね。やっと今年はあのネタパレとか出て、うん、やっとなんかその受け、やっと見てくれるまでになったと。ちょっと客が受け入れ体制があるみたいな。そう、最初から見ようってなってると。はあ、去年まではもう見てない、そういう状況。いや、まあわかるけど、ね、わかるね、わかるわかる、確かにそれはすごいわかる。いやー、よかったね。いやー、すごいね。でもここ残ってんのすごいよ。だって全員東京ホテイソン、吉本だよね。うん、グレープすごいじゃん。アキナさん。アキナか。うわ、うん、これ読みづらいよ。逆から見ると。無敵。どこに注目してんの？無敵みたいじゃん。どこ掘り下げてんの？そこいいだろ。読みにくいみたいなやつ。何？あのことやから。いいじゃん。うわ。まあね。頑固。擬音や。何や頑固って。聞いたことある、頑固って芸名。頑固じゃない。ギヨンって芸人さんいるんでしょ。ギヨン読みづらいよ、逆だから。ちゃんと読んで。うわぁ、競輪、錦鯉だろ。錦鯉ちゃんだ。錦鯉ちゃんだ。まあね、今年まあ錦鯉の年か。決勝行くかもしれないよね、本当に。なんじゃ、錦鯉行ったらもうすごい。俺周りだけで飯をおごってもらって生きてけどな、俺らな。いや、どうか。まあそれはあるな。ウエストランド、やっぱ強いね、 M1 ね。ウエストランドって M1 強くないでしょ。なんかそんな強くなかったイメージあるよ、俺、数年前まで。いやいや、準決勝いつも行ってない？去年も行ってたし。去年から行き始めたんじゃなかったっけ？あ、そうだっけ。去年ぐらいからなんか2回3回戦以上行くようになったみたいな、俺イメージある。下手したら初めてじゃない、ウエストランド。いや、全然行ってる。あ、そう、何回か行ってる。チンコ出す前から。チンコ
そこでチンコ出す以前チンコ出し後なんてわざ、お前絶対触れるな、ウエストランドの。いや触れてあげないと、それ決死のギャグだったんだから、あれどの角度でも触れるな。見取り図、ああまあね、そらね、そらそうや。おお、金属ちゃん、金属バット、ペコパ、お久しぶりに見かけたね、ペコパ会場でも見かけたね、久しぶりに会った感じしたよね、なんかね、うん、ジュリーみたいな、おー久しぶりです、おーみたいな、急いでってる感じで、確かにジュリーみたいな、昔のジュリーなんか、もともとちょっとジュリー感はあるじゃん、あの化粧してる感じとかで、キリュウインね、キリュウインじゃなくて、ショウインジさん、ショウインジさん、あれかないか、まあまあ、いやないか、なんか横とかずらしたら出てこない、まあ確かに、うん、1枚で出てくる、うん、じゃあ2枚目とかないの、ここら辺何その隠しって帰ってくるみたいな、うん、2枚目ない、ライン見せんじゃねえよ、ナイス、神経、いや下噛んで死のうとしてんだ、いや分からん、それは分からん、まあね、まあまあまあ、あのそうそうたるメンバーで、うん、まあね、受けてりゃまだしもね、行った時はやっぱ、まあ、行ったって手応えあるもんね、そうだね、いやまあせめて受けないとダメだね、そうだね、滑ったんだよね、うん、正直言うとね、うん、すいません黙ってて、申し訳ない、昨日滑りました正直、ええ、だから今そんな緊張感なかったの発表に、滑りましたね、よかったね、受けたら正直あったかもしれないんだけどね、あの座組としてはね、まあ、こっから番組ですからテレビ局からしたら、はい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 、だからもう多分そのバランスよく被らないのとか、これは番M あの本編行っても使える人たちっていうのを選ぶ作業になってくるから、ちょっと大人の事情的にはもうちょっと入ってくるからね、からその選ぶとこの枠に入る可能性はあったよ、うん、ところがやっぱこう選ぶとこにも上がられないぐらい、やっぱ9大点取んないと、そうだね、いやむずいよ、でもあのお客さん、あいそうだな、まあね、自分らのせいなんだ、どうにかこうにかしないとね、いや難しいね、本当に本当にむずいよな、あの客は違うね、その2回戦3回戦の空気とまるで違うね、何なんだろうな、前の前順々行った時思ったんだよな、全然違ったもんね、まあまあいいんじゃないですか、楽しませてもらったんでね、でも吉本ね、そうね、あ吉本じゃねえ M1 ね、夢見させてもらいました、まあまあいいじゃないですか、全然、まあちょっと来年も頑張ってやろうかなと、応援してる人もね、うん、ちょっとね、ちょっとスーツ作るんで僕オーダーメイドで、うんうん、うん、衣装をね M1 終わって作るのもなんですけど、まあいいんじゃないの、作っとかないと、うん、申し訳なかったですね、応援してくれてる方はね、あのもう見に来ればいいのに応援してます応援してますって言われたって、いやいたかもしれないでしょ、そんなもん、ね、いないって限り、いたかもしれないんだから大笑いしてもらわないと劇場でそうだな、やっぱ受けなかもな、下向いてるやつは上に向けないと、まあしょうがないな、こればかしはということで、
残念ながら。次は、次何に向けてやれいいんだろうね、本当にね。いやもうネタをもう早めにね作ってた方がいいね。まあそうだな、結構ね、うん、キングオブコント終わってちょっと本格的にあのネタで行こうかみたいな話になるからね。まあな、全然準備しておいた方がいいんだろうね。はいはいはい、ということで、うん、ありがとうございました。いってらっしゃい。いってらっしゃい。